山川さん、ちょっといよいよ仮説が立ってきたんですけど、実は山川宗樹強い説っていう。殴るかい。殴るかよ。いや、今回それは仮説が立っちゃってるんで。うん。いや、次は実証っすね。はい、実は強いっすね。PDCA 回していかないと。B ベッド向こうのさ、ね、あれか、おつがいて、おつが低いんじゃん。あ、油断したでしょ、最後。最後ちょっと疲れちゃった。マイクももらえなかったじゃないですか。マイク取って何残れとったんですよ。そうっすよ、はい、じゃあちょっと言いたいことがあると思うんで、視聴者さんに言いたいことは、やっぱ俺がブレイキングなんでしょ、だって戦いどけばあれはいただけないですか。あ、やべえ、俺強いよ、俺強い。でも俺って良かったでしょ。マジかっこよかったです。ありがとうございます。またお願いします、俺強いから。油断すんなってめっちゃ叫んじゃいました。いやでもあんなもう日常茶飯事ですよ。一発ぐらい倒されたらなんだよってやり返しますんで。おお、はい。ここが違うんで。感動しました。でももうマジで顔になってきたね、言霊じゃないけど。いや、ちょっと いや僕ちょっと落ちょくって、はい、川島さんバカにしてるキャラだったじゃん、はい、いやマジで感動して、はい、ちょっともういじれないっすわ。川島さんごめん、もういじれないわ。いじってください。いじらないと変わるんですよ。いいですか。いいっす。いや、めっちゃかっこよかったっす、マジで。ありがとうございます。いやし、あのジープバカにしてましたけど、で全国のジープファンを敵に回した12二期さんなんですが、はいはい、じゃあ何の車だったらいいんですか。僕の車もバカにしてたじゃないですか。あ、BM だ。ダサとか小声で言ってたじゃないですか。あ、言ってないですよ、そんなこと。で、何の車だったら喜んでね。あ、いや、まあ結構ガチで言うと、もらうんだったらアルファード。アルファードか。アルファードとか。アルファードもいいの、800万とかするもんね。はいはい。あ、エグゼクティブラウンジ1500万とか。あ、そんなのもあるんだ。はい、あるんで。ニクロさんとか乗ってるやつですよね。はいはいはい。いや、1500万とかで。会社とかじゃないんですね。あ、いや、まあ、じゃあ欲しいっすよ、それは。フェラーリとか、はいはいはい、ランボとか、それは欲しいですけど、もらえたとして無理じゃないですか、どうか。ああ、維持が。維持の話で。はいはい。ジープも同じなんですよ、ね、はい、要するに。ああ、わ、はい、かります。名義変更がだるいって、久保田さんに言われた。はい、そんな感じです。